皆さんこんばんは、水野ゆうかです。今日は100均パトロールセリアさんへ行ってきました。年末年始に大掃除をした時に、あ、これも欲しい、これも買いたいっていうのをリストアップしてて、大量に買ってきちゃいました。初めて買うものもあるし、リピートするものもあるし、消耗品や日用品多めでご紹介したいと思います。ではどうぞ。まず初めてのもの、ちょっとこういろいろ整理してて、あ、これ新しく買いたいなって思って買ったのが、まず一つ目、タワーペンスタンド。小さな隙間でも小スペースで大容量でしまえるっていうアイテムです。しかもこれね、斜めにこう入ってくれるんですよ。だからすごい使いやすそうだなって思ったのと、うちにほとんど開かない窓際があるんですけど、そこにペンを置いてるので、こちらにね入れてスペースをスリム化したいなと思って購入してきました。私は縦で使おうと思ってるんですけど、こういう風にね横でも使えるそうです。なのでちょっと入れていきたいと思います。どうぞ。家中のペンやカッターを収納していきたいと思います。まずかけるボールペンはこんなにあったので、これを全部よく出すから、下から2番目ぐらいがいいかな。ここに入れていきます。あとはこういう油性ペン類、上から2段目に入れていきます。段ボールを開けるのに使うこういうカッター、刃物危ないので一番上に入れます。で、一番下は角度がこう滑らかなカーブになってるので、ここにはクリップとかを入れるといいと書いてあったので、これクリップを入れたり、あとなくなると意外とめんどくさいこの鉛筆削り、あとこういう瞬間接着剤、使いかけのものをここに入れとこうと思います。とシャーペンの芯はこのカッターのところが隙間あったので、ここに入れてこんな感じで全部収まりました。縦長ですっきりしているので良さそうです。では次、このクリアタイプのディスプレイラックを2つ買ってきました。私また窓際に置ける奥行きで、あ、ちょうどいいじゃんと思って、はい。しかもね、こうやって重ねてスタッキングしてたくさん置けるっていうアイテムです。きっとサングラスとかの置き場にもいいと思うんですよね。でも私はちょっとこう化粧水とかボディークリームとかそういうのが結構こうほんといろんなところにあって、一箇所にできるだけまとめたいのでこれ購入してきました。皆さんがいつも使ってる動画入れてくれて嬉しいってコメントくれるので、ちょっと使ってる動画差し込みます。どうぞ。このディスプレイラック01番を使って、私は冷蔵庫にしまわないスキンケアなどをしまう棚を作っていこうと思います。大きさはここの幅が 17.4 センチ、ここの高さは 7.2 センチ、奥行きは 7.8 センチです。これは2つ買えばこのようにスタッキングができるので、何個でも積み重ねることができるアイテムです。このように小物を飾ったり、集めているこういうミニカワ入れたり、サングラスを入れたりすることができるラックです。私はこれを2段に重ねて入れていきたいと思います。まずは美顔器用のジェル、美容液、これも美容液と美容クリームは下に入れます。あとは導入美容液、シワ取りのクリーム、リフトアップクリームに日焼け止めのヘリオケア、あとは CPA エッセンスにアイクリーム、下には高見クリニックの院内クリームとシャネルのハンドクリームもここに入れて、こんな感じでたっぷり収納することができました。では次、ちょっと DIY アイテムなんですけど、売ってました。ウォーターペイント、水性塗装のアースホワイトっていう、ちょっとアイボリー風のホワイトのペンキで、それを塗る用のこの 30mm のハケも買ってきました。前回3COINS で買った窓際インテリアの棚のねラックの木の部分をね白く塗ろうと思って今回購入してきました。
200円でハケもこっちも買えるなんて、なんかセリアさんってほんとすごいなと思いましたね。いい感じに塗れるといいんですけどね。ちょっと塗ってみたいと思います。はいはい、いいねいいね。そうそうそう、結構白いね、真っ白、いい感じよ。こんな感じで結構綺麗に塗ることができました。では次、はい、じゃあここからは美容グッズの紹介です。まずはスリミティの保湿用かかとソックスです。もうこの時期ね、かかとカサカサしてませんか？もう私はね、すぐにカサつくタイプで、普段、ずっとこういうかかとソックスをね、家の中で履くようにしてるんですけど、1個がリファのやつで、もともとはセリアのシリコンのかかとのやつを使ってたんですけど、それはね、最近売ってなくて、このスリミティの保湿用かかとソックス、初めて買ってみました。この粒々が保湿を高めてくれるらしいです。もうこんな感じのソックス、ほんとかかと用のねソックスです。素材はポリエステルとポリウレタンだそうです。これ寝てる間に保湿もできるっていうアイテムで、普通に伸びるし、シリコンとは違ってこういう布っぽい感じだから、これよかったら何個か買って、ほんと靴下みたいにね、たくさん使ってみようかなと思って購入してきました。これに私はあのかかと専用のクリームを塗って保湿していきたいと思います。もうね、ほんとね、かかとのひび割れとかも絶対痛いし、やっぱりかかとが綺麗じゃないと残念だと思うので、かかとのケア結構重点置いてます。では次、オーガンジーの洗濯ネットです。至福の泡で濃密な洗顔ができるって書いてあります。上質泡が簡単に作れるオーガンジー素材、こんな感じでね、内側はちょっと粗めの感じなんですけど、外にさらに細かい、この、わかるかな？細かい布の2層構造なんだ、これ。なるほどね。なので、すごく泡がふわふわになるみたいです。で、ちゃんとここもね、キュッてできるんで、中にこう、石鹸とか入れて、そのままこうやって使えるのもいいなと思って、購入してみました。しかもこれ、前に使ってた、あの、石鹸用のネットは、ここがピンクだったんですよ。使いやすいんですけど、やっぱりね、真っ白の方が、バスルームはシンプルになっていいなと思ったので、ちょっとこれ、購入してきました。なので、早速使ってみたいと思います。もともと使っていた、セリアのこの洗顔ネットで泡を立ててみたいと思います。はい、このような形の泡になりました。泡立てやすいことは泡立てやすいんですけれども、泡がね、そこまで細かくない感じ、わかりますでしょうか？なので今回ちょっともう一個のオーガンジー洗濯ネット使ってみたいと思います。こちらに石鹸を入れてみました。ちょっと石鹸がちっちゃいのもあるんですが、すごく奥に入ってる感じがします。すごく柔らかいですね。この使ってる感じが全然違います。泡がすごく柔らかくてふわふわです。この当たりがもう全然違うので、あ、ほんと違うなってわかります。泡立てて比べてみると、すごくね、キメが細かくて柔らかくてふわとろっていう感じです。すごい。では次、下クリーナーです。このモノトーンのね、下クリーナー、意外と珍しいなと思って買ってきたのと、私、日常的に下のクリーナーこうやってるんですけど、100均で売ってるんだと思ってびっくりして購入してきました。私がね、使ってるのはね、ここがドピンクで、結構派手なんですよ。だから、あ、モノトーンいいなっていうのと、下の
なんか苔みたいなのが、ここにね、白いのがね、ついて、それが口臭の原因になると言われてて、ここをね、やっぱりね、掃除してあげると、口臭予防になるんですよ。やりすぎると、味覚障害とかが起きちゃうみたいなので、ここにも書いてあるけど、週に1、2回を目安にご使用くださいって書いてあります。口臭の原因の一つになってる、食べかす汚れを傷つけずに取り除くことができるって。皆さん使ってます？シュタクリーナ。この時期って私もそうなんですけど、冬になったりすると寒くて、もう家ですっごい紅茶飲むし、外でもコーヒー飲むし、もうね、絶対にね、舌の汚れがつきやすい時期なので、ほんと特にね、シュタクリーナはすごい重要だなと思ってます。衛生的にお使いいただくために、60日くらいを目安にお取り替えくださいって書いてあるから、2ヶ月か。よかったらこれ100均だし、モノトーンだからちょっと続けていこうと思います。では次は便利グッズ、家の便利グッズで、